ただしとは、主君に対して、裏表のない態度を意味する概念。儒教における重要な特目の一つであり、君親官において重要とされる特目である。また、主君に尽くすという真心を、忠義、忠誠などという。儒教では、古くから、不死天皇に対して、君親義号という定税があり、来期極令編には、父が過ちをした場合のこの対応を、 三度いさめて、聞かざれば、すなわち号泣して、これに従うと記され、これに対して、君が過ちをした場合の真の対応を三度いさめて、聞かざれば、すなわち、これを握ると記している。儒教的世界観は、この国家と家族の二つの中心を有する楕円であり、終身、聖火、遅刻、平殿下といった理想も、この楕円を楕円たら締めるための理想主義とされる。 したがって、どちらか一方の中心に、おさむまぶたさせて縁にしようとするものではない。そのため、公術の日本の、ただたか一致のプリンシップルから安易に類推することのできないものがあるとされる。親によく従うことを意味する、公とは常に食い違いをきたす概念だが、中国や朝鮮では、多くの場合、ただしよりも、公が重要だと考えられた。一方で、日本においては、 朱子学伝来以後、逆に、こうよりも、ただしの方が重要だと考えられ、武士道に影響を与えることになる。また、水戸学派の解釈では、ただしとこうは一つのものとして、分離した解釈は行っていない。日本人は、家の意識が中国人より高く、ただしがこうにつながるとした。この、ただ高い地に関して、吉田商院は、四竹のりにおいて人、人君、 民を養いもって、祖業を継ぐ。親民、君に忠にもって、父の志を継ぐ。君心一体、ただたか一致はただ我が国のみしかりとなすと説いており、日本の独自性を指摘している。これに対し、海徳学派の竹内義雄は否定し、誠が忠にも公にも現れたと解釈する。この誠からただたかが生じるとする考えは、 ニトベイナゾウも指摘しており、次女、修行の名誉の標準はいずれに求めるべきかの項において、中国の忠だたが、君や親といった己以外の対象に標準を求めるのに対し、キリスト教では、己の愛の情が、君ではただし、親には項として現れ、日本では、誠の心がこれに当たると述べ、東洋独自というより中国の身が忠だたかという独自の概念を持ち、 日本にはこれらの枠がないとしている。文化大革命では他の儒教的特目が徹底的に排撃されたのに対し、ただしは毛沢東への忠誠と解釈され、むしろ賛美された。中和座舞が当時盛んに行われたことが有名。ありがとうございます。